はい、アフターサロンです。はい、お疲れ水様野でし先生た。お疲れの、様でした。なんか熱の入るおです話。わ、もうね、応 援いや、なんも、か、教育どうなっとるんやと。どうなってるんだって感じでしたね、ずっと。でもね、一応ね、送っていただいたの読んだんやけど、一番面白かったのはね、先生、言わない方がいいんじゃないですか。言わない方がいいか。その時に言いましょうか。まあ、結構同意している方が多かったような感じですね、今日はもう。で、まずね、質問は当然なくて、ほとんどコメントやね。そうですね。それぞれのね、意見っていうのが多かった感じします。じゃあ、やりますか？もう。はいはい、そう。はい。じゃあ、ちょっと共有しますね。あれーっていう、これ最初の あれですね。今日長くなったのは最初の冒頭も長かったからっていうのもありますけどね。このあれは何ですか？ね。あれですよ。その、岡本先生の、阪神優服です。勝あれっていうやつか。黄色い服の。ああ、そういう意そういう味ことか。です。はい。もうわからなかった。はい。皆さんもあれっていう表現してくれてると。はい。ということで、まあ、ここから行きましょう。大昔、狩猟採集時代や農業の開始時期はずっと理系だったのではないでしょうか。採集時代は博物だった。いや、今ってね、新刊なんて、占い師とか、そんな文系じゃない。というか、水野先生の話によると、その頃は区別がなくて、理系も文系もなく、世界全部みたいな感じ。つまり、理系っていうのは、科学的にこのものがどうなってるかで、文系っていうのは人がどうなってるかを対象してとしてるけど、もう、あの頃は人も物も区別なく、周り全部みたいな、一緒くただったんじゃないかっていうふうに。なるほど。まあまあ、そうですね。いいそうでいう。すか？水は野い。先生。だから理系的要素も、その中に、まあ、例えば数字だったりね、そういうのも、なんていうか、こう、自然の中で生きていくには、やっぱりどうしても必要だったという言い方もできますわね。まあ、そういうのを含めて、まあ、分離融合だったという、文字なるほど。なかったという、文化的、そうです。はい。ということで、まあ、そういう見方もあるかもしれません。戸田さん、デカルトからベイトソンへ、世界の最末術家のお話に近いようベイに。トソンって何でしたっこれはなんけ？かこういう本があるみたいですね。デカルトからああ、そうなんですか。ね、世界の最末術家という本が、ああ。ボリス・バーマンという人が書いた本があって、私読んでないんですけど、なんかさっきあらすじ見たら、要は今の社会は資本主義と科学技術による社会になっていって、そこに行き詰まりがあるから、再度形而上学の世界に戻ろう。まあ、それを最末術家と呼んでるらしい。グレゴリー・ベイトソンって人がいて、なんか民主主義論みたいなやつ、だから社会のあり方をいろいろだと思いますね。そうですね。グレゴリー・ベイトソンのようです。で、ちなみに落合陽一さんが帯を書いてましたね。この本に対して。なるほど。はい。で、次行きましょう。ユバルノア・ハラリが言うように、人類は二極分化すると思います。科学技術が分かる、すなわち神の知を受け取ることができるものと、その知をブラックボックスとするもの。普遍知性、ブラフマンにつながりを得るものと、古的知性、アートマンのままに、旧霊ですか？の物語を求めるもの。この二極と思いますと。トマス・アキナスさんですね。はい。なんかコメントあれば。相変わらず難しい。いいですか？ まあ、この文脈って、ブラフマンとアートマンって、まあ仏教用語なんですけど、まあ、やっぱり物に対して正しく知るっていう科学的な知のことをブラフマンって呼んでて、で、人の心のところを深く掘っていくみたいなのがアートマンっていうことのようで、まあ理系対文系っていうなることほど。と対比なんだと思うんですけども、それがもう分かれてっちゃうかもしれないですよね。もう、話の通じない人たちっていう、なんか、こっちのグループとこっちのグループみたいになっちゃう可能む性しが。ろ流れはそうなっているということですか。最近だから話通じないっていう話はよく出てきますそのね。話はね、実は最近じゃなくて昔からあって、2つの文化って、スノーって人がいて、要するに理系の文化と文系の文化っていうのがあって、それは話が合わないんだっていうのは、これは昔からあった話よね。なるほど、なるほど。ブラックマン・アートマンって、これ、ゾロアスター教のあれですよね。そんな古いあれだったんですか。仏教のもう一つ前ああ、さようでしたか。なと思うんですけども、二極、あとC.P. スノーが書いた二つの文化と科学革命っていう本ですけど、あれもね、結局、例えば文系の人はエントロピーを知らない、理系の人はシェイクスピアを読んでないとかっていうふうに言うんですが、結局あの時に言いたかった、スノーが言いたかったのは、
1950年代の末ぐらいで、その科学技術が世界を救うという、そのことをみんなが理解しないと世界は良くならないよって、やっぱり理系知識 が普遍的に重要だっていうことはやっぱり結論としては言ってるっていう、そういう面もあってですね、うん、二極化に伴う問題をやっぱり指摘してるっていう意味では通じるところですね。うん、次行きますよ。人間から AI は必然、言語が生まれて、技という個人的な体験を知恵という形で共有できるようになったと。文字ができたことで情報の蓄積が進み、情報爆発が起き、個人の能力を超えたので、分野の専門家が起きていった。全体を見ることができなくなった人間は AI に引き継ぐになるのかと、ね。確かに情報量がもう膨大になっちゃって、一人で全部なんか見切れないってなると、私はこのジャンルの専門家、私はこのジャンルの専門家ってもうどんどん分解してっちゃって、うん、全体見えてる人誰もおらんっていうふうになっちゃいますよね。それができるのは AI だけだってなっちゃうんですかね。ということですかね。どんどん、まあ、高度化していけばもう、そうなるのが必然ってことなんですかね。全体を見ることはもうできないのか。僕が思うには、その、いろんなその情報を圧縮して、抽象化して、うん、あ、そうですよね。キーワードでいろんな複雑な概念を表せるっていう抽象化を人間ができるんで。ああ、そうですよ。どんどん要約して要約して、高みから全体見るみたいな、そういうことは、できてしかるべきですよね、本当は。うんうん、言えばですね、抽象化もしてくれるかもしれないけど、そうやって言わない限り何もしてくれないじゃないですか。まあそうですね。そう、はい、だからやっぱり人間が意欲を持ってやろうと思えばできるとは思いますよ。情報技術にしても、自分の頭に入れてやるにしてもね、抽象化がキーワードだと思いますけどね。はい。あ、松田先生何かおっしゃいました？いや、僕はこれ、チャット GPT 使ってて、こう、要約っていうのがさ、すごく得意だから、まあ、言わなきゃやらないって、それはそうだけど、言えば何でもやってくれるんで、僕もね、もう人間かなわないなって気がするわけよ。そう。僕、この間、めんどくさいって、やらなかった方の、その、要約してあげたら、まあ、あっという間に文章できましたよ。でしょう。なるほどね。それを判断できなくなりますね、人間が。それが正しいのか、正しくないのか。要約は大丈夫だと思うけどな。うん、要約は大丈夫。大丈夫ですか。うん。はい。どうなんでしょうね。はい、戸田さん。理系は観察したり定義できるものが対象ですが、科学や歴史、人文などはわずかしか観測できなかったり定義できないものが対象となるので、理系よりもより高度に論理的であり、かつ丹念な考察が必要な高度な学問だと思います。以前サロンで、北大の田口先生が現象学の立場から意識の謎そのものではなく謎を解くための考え方を示されたのはまさに哲学らしいと感じました。必ずしもそうではないかもですが、この辺ご意見。僕は文系がね程度じゃないと思ったと言うつもりは全くないわけよ。ね。いや、この方は文系の方が理系より高度だとおっしゃってる感じが。してそこはちょっとどうかなと思いましたけど、ね、それはどうかなって、どっちも高度っていうか、例えばね、例えば物理のものすごい難しい式がね、あれ高度じゃないなんてとても容易はよね、うん、で、あるいは哲学だってめちゃくちゃ高度だろうけどだからどっちが高度とか程度とかっていう問題じゃないとは思うけどね、うん、なかなか難しいでしょうね、その評価すること自体が、ね、うん、あ、ここで言ってる、ごめんなさい、論理的っていうのは、その言葉を操るのが、その、なんていうか、自然言語を操るのに長けてるっていうふうに解釈すれば、それは文系の方が、その言葉だけでこう。うん、なるほど、うんうん。うん。いや、だとすれば、チャット GPT っていうのはまさに言葉を扱っとるわけや。だから、あれ、超文系ね。うん、なるほど、チャット GPT は文系、うん、だけど理系は数式も扱えるじゃないですか、だからまず文理融合の象徴じゃないですか、あれが。いや、で今ね、いや、チャット GPT はもともと超文系だったよ。ところがね、うん、今ね、これが数学がだんだんできるようになってきて、だから文系人間が今数学勉強してるんですよ、うん、ああ、そんな感じ、うん、なるほど、面白い見方ですね。でね、この言葉を操るっていう技術に関してはね、僕最近ね、通説に感じて、ね、とってもかなわないね。で、自分、まあ、もう前から言ったように、今小説いっぱい書く練習やってる。
こんなね、ここまで、こんなすごい文章を書くかって、ここまで発想できるかって、言葉では絶対叶わないね。口喧嘩したら絶対負けるわけ。だからファクトは知らんよ。ファクトは向こうよう間違えるけどね。うん。なるほどね。ちょっとその辺も教育のヒントになるかもしれないですね、これからね。次いきます。現在の理系の一人からすると文系的な知識は必要ですし、各国の政策や企業の事業等を見ると政治的な判断のないものはないように思いますと。いやもちろん僕は必要じゃないなんて、そんなこと一言。うん、バランスの問題ですよね。うん、私もそう思います。はい。まあまあ、それはね、多くの人がですね。うん、そうして理系 大卒で分数の計算もできない人が出てしまいました。大学どこでしょう。理系大卒で？あ、よく言われても、昔そういうね、分数のできない学生とか大学生とかがあったんですよね。うん、うん、ありましたね。まあ、これだから前入時代にってことですかね。うんうんうん、入りやすくしちゃったから。昔もそうだけど、さらにそれを進むっていうことですよ。ああ。ということもあるようです。自然科学は人間だけバイアスがかからない知を探求し、技術で実証実践します。人文科学は人間の物語を描きます。要は人間を超えるか、とどまるか。普遍的知を求める進化、進歩、人為的進化か、個別問題を保存、救済する歴史記録か。この立場の違いが根底にある事柄だと思います。うん、まあ、でしょうね。うん、はい。融合するのも、制度として融合するのはいいけど、まあ理系と文系って概念的にはもう別物で、物を研究するか人を研究するかっていう、もう区別はどうしても、うん、解消できないものとして残っちゃいますよね。うん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 。いや、ほんでね、僕、いや、ここであんまり文系の人はいないから言うけどさ、文系って配信されますよ。を研究する学問だと。ね。うん、で、その人がね、今やね、機械にね、抜かされつつあるわけよ。だから、将来的にね、まあ、将来的に、ね、今後10年、これ機械の知能の方が圧倒するわけ、人間よりね。なら、まあ、言うなら人間って二流の存在になっていくわけよ。なもんね、二流の存在研究してもしょうがないんじゃないかってことになるじゃないかな。いや。はい。はい。ちょっとそれは、わからないですが。教育が荒廃したということは、政治学、社会学、教育学は結果を出せなかったということでしょうか。問題感が言い過ぎですが、どうなんですか。これは水野先生。やっぱり政策提言、適切な政策提言ができてないっていうことでしょ。もうぶっちゃけ、しまえば。いや、だから政治学とか社会学の問題じゃないと思うね。それは政策の問題だから。それはね、政治家であり、あるいは行政マンの問題でしょう。で、まあ、ゆとり教育なんか今振り返ってすごく批判されてますけど、あの当時はもう学校が荒れてて、校内暴力とか学級崩壊とか言われて、その荒れた教室をなんとかしなきゃいけないっていう、ね、窓ガラス割れまくりみたいな状態があったので、それをなんとかするにはやっぱり詰め込み教育良くなかったねと、少しストレスがひどくなってるから緩めてあげなきゃいけないねっていうのは、まあ、最もであり、あの当時はしょうがなかったかなと思うんですけど、ただちょっと、知恵が足りなかったのか。校内暴力ってゆとり教育のおかげでなくなったんですか？少なくともゆとり教育は校内暴力をなくそうとして、そういう目的で緩めたんだっていうふうに私は理解して、効果があったかどうか知りません。うん、でも今はないじゃないですか。結果としてなくなりましたよね。ですよね。だったらよかったじゃんってなりそうなもんだけど、そうでもないですよね。関係あったのか。そうなんですかね。まあでもなんか陰湿化したという話もありますけど。表じゃなく裏になったというね。校内暴力がひどかった時期と、やっぱりちょっとずれてると思いますよ。ああ、そうですか。私実はゆとり教育の実験校になったんですね。神戸大学の僕、ありゃ、昔、中学にった。それはお気の毒にっていうか、後のようにバカにされてますよね。私は幸せでしたよ、中学に。本当ですか、うん、なんかパイは3だとかすごいバカにされてますよね。いやいや、そんなことはやってないです。ただ授業に、時間2週間、春秋2週間好きなことやっていいんですよ。っていう時期があって、それでいろんなことやりましたから。だから、ね、トップを伸ばす役割とかね、それこそ大谷君にしても藤井さん君にしても、ああいうその、思いっきりこうやれる人を育てたという功績はあると思いますよ。うん。まあ、その教育が、そのボリュームゾーンの人間に要求していること。うん、対しては、そのレベルを下げたことは、まあ、
当たり前だと思いますよ、その時間減ったんだから。うんうん、そうですね。それは違うでしょうね、きっと。なるほどね。わかります。まあ難しいですね。やっぱりターゲットをどこにするかっていうのがやっぱりね、一番教育、全部一律に教育するのかっていう問題もありますね。あ、次行きましょうか。はい、大学経営の話と理系 vs 文系の話は絡むけど別の話であるべきかなというご意見があります。いや、だけど、それを見て、だからやっぱり、その経営の結果になるって、まあ、別の話、まあ、それぞれあるということで、まあ、分けても話せるけども、関連してるから、関連して話、同じこと、別の言い方してる、ね。それ以外にもね、いろんな話題、今日はありましたけどもね、どこに関係していると、いろんなお話があったように。まあ確かにね、入試科目のね、問題とかは絡みますからね。だから経営の視点からいくと確かに生徒が来なくなっちゃって大学潰れたら困るから、なるべく来やすいように、敷居下げてやろうっていうのはなっちゃうんですけども、それをもっと上からトップダウンの視点で、そうなっちゃわないようにもっと、理系教育を、ね、強化しようよっていう視点。なっちゃわないようにするためには大学増やさなきゃよかったわけですよ。それは田中マックさんがそれをストップしたって、あ、遅いわけよ。それでから、そうですね。はい、ちょっとまあ、その辺出てくるかな。そもそも文系って何と。悪い言い方すると勉強しなくても良いのが。水をさそう、これが、ね、なんか面白いと思ったよ。で、今ね、いや、こんなこと言うと文系の人は怒るけど、これが現実ですよね。私が大学の時はもう本当文系レジャーランドって言われてましたね。もう大学はもうバイトするとかクラブ活動するとかそういう場所だみたいな。なんか受験疲れを癒して元気になるためのなんか娯楽期間みたいに言われてましたからね。まあ、実態どうだか知らないけど。いや、理系ではそれこそ実験だ、実習だとか、必修の科目があるし、提出だし、それから文系でもレポート最近は増えてるんで、全体としては、揺り戻しというか、もっとみんな勉強しなきゃって思ってるんですけども、それでもやっぱり、なんていうかな、やっぱり、広き門になっちゃってるのが、もう、ですよね。はい。そこの辺。まあ、まさに分離融合のね、話の根本にはこういうことがありますよね。はい。大学の数が増えると、限りある予算の分配額が減りますと。大学数を減らして、各大学の予算を増やす方が良いんではないでしょうか。まあ、はっきり言うとそうだって。それは必要、それで十分だとは言わないけど、まあ、増やしすぎたという意味では必要な条件の一つですよね。これと。言ってしまえばそうなんね。そうです。どうとされて何になっちゃうんですか、ね、じゃあね、潰すって、どこの大学つ、そこになってくるとダメな。いや、これ、もう自然にサバイバルできなくて、潰れてっちゃうが大学がもうこれから出てくるんじゃないですか。もうすでに出てますけど。ですよね、淘汰されちゃいますよね。出てますけど、それをね、その20年前の政策の段階でビルトインしたって、埋め込んだっていうのは、うん、にも僕は納得できないですよ、もう。うん、もう分かっていたのに。うん、ですね。はい。まあ、わかります。高校数学で行列や微分方程式とか削ってきておきながら、高校で数理、データサイエンスってっていう。そうなんですよ。高校で、高校のことがもう全部分かってたら、相当問題解決すると思いますよ。そういう人、他にもいますよ。僕ね、データサイエンスっていうのが必修になるとか言うけど、僕ね、データサイエンスだけをやるって、僕意味ないような気がするんだ。やっぱり数学ですよね。やっぱりデータサイエンスって、まあまあ、具体的に言えば、ね、行列じゃないですか。行列か。だからそれをね、削っときながらね、データサイエンスなんては、ね、にはならへんと思うけどね。全く同感ですけどね、この部分に関して。まあ、プログラミングなんかもそうですよね。プログラミングだけをやって理系だとかいうのはなんかおかしいなって。そうそうそう。思いますけれどもね。そう。でもこの辺はどうなんですか？でもそうするとやっぱり、そういうとこが人気がなくなってみんな来なくなるっていう。いや、だから一律に、もう政治的意思決定をしないと、お互いに様子見てたらもうどんどんネガティブになる。いや、おっしゃるとおりと思うわ。残念ながら。そういうのが必要だってことですよね。小学校4年生で分割表が出てくるのは驚いた。そうなんですか？コンティジェンシーテーブル、ね。例えば01の and の時に A と B に何を入れたらどうなるとか、そういうやつじゃないのかな。
これはどういうことですか？ 理系教育が進んでいるということなんですか？小学校の。どう捉えたらいいんですか？楽しくなさそうだなぁ。むしろ事務処理的ななんかあれかなぁと思っちゃって。ああ。統計なのかもしれないけど。データサイエンスとかにつながるように、みたいな意図ですか。まあね、こういうのから入るから面白くない。そうそうそう、そう。な気がしますけどね、確かに。あのね、その理科とか社会で言うと、歴史とか地理勉強するに加えてですね、街を歩いて、この街がどうなってるとか、歴史がどうなってる、地理がどうなってるっていうのを見て歩く、街歩きを一発やったら、相当いろいろことが分かるっていうのが、まあ楽しそうですね。体験して体で分かるっていう、その社会だってそういうことできるんですけどね、それが、うん、まだまだ足りないと。まあ、足りてない、うん。さっき塚本先生もおっしゃった、記号設置ですか。うん、でも爆弾作るのは良くないと思う。爆弾もでもいい。ちょっとちっちゃいやつはいいんじゃないですかね。ポッと。ありますよね。捕まるんちゃいますか、きっと。え？捕まるんちゃいますか？捕まりますか。まあでも先生監修のもとだったら。あ、そう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 。ね、そういう、できないことを学校でやるっていうのも。ああ、だけど、個人でやっぱ自分でやるべきだと思うけどね、そういう。自分でやるべき。それは捕まるんで。指導者がいないと危ないっしょ。ああ。高校の科目で選択肢を増やした方が良いでしょうと。大学は学科ごとに受験科目を決めれば良いと。理系定員を増やせば数理を選択せざるを得なくなります。代わりに文学を芸術科目として選択にする。うん、だから矛盾しなくて、その、なんていうか、基盤の部分と、その選択の部分と両方で矛盾しないでしょう、この言葉から。うん。うんいや、なんでもいいから大学出てって言ったら受験で楽したいんで科目が少ない方がいい、優しい方がいいってなりますけど、なんかご褒美で理系でなんか大学出た方が将来就職有利だとか、障害賃金が高いとか、なんかご褒美あると行くでしょうけどね。そこは、うん。そうか。なのかなっていう。なんか僕の経験で言うと、僕は選択科目が多い方が自分には向いてたんですよね。つまり広く浅くタイプだったから。例えば数学とか物理でとんがってるわけじゃなく、国語とか英語も得意だったんですよ。だから、できるだけそういうふうにあった方がいいっていうから、なんかそういう人も行ける大学を作ったら面白いんじゃないかなって思うけれど。でも国立大学って割となんか一次試験でそういう広くで、それ通らない人はもう門前払いっていう、うん。うん。だから、でもそれも少なくなってきてるんでしょ？あ、そうなんですか。一次に行った。一定数いると思うんですけども、選択肢増やしても、要求、例えば10科目、100科目選択できても1しか要求しないんやったら、それはやっぱりあかんやろ。あ、そうか。得意なやつ選べばいいってなっちゃう。うん、ああ、そういうことか。いや、難しいですね。はい。理系自然科学分野を発展しなければならないという思いは、地表 3km の生活環境悪化、戦争、難民、移民等、グローバル社会の激変、つまり、現実の自然世界における対応適用可能とするために違いないと思います。松田先生もおっしゃるエフェクティブである必要からだと思います。どうですか、松田先生。いや、まあ、そうでしょうね。そうでしょうね、と。役立つかどうかって話です。役立つってことですよ。そこから見ればいいと。うん、答えは。はい、できます。三権分立、司法に携わるためには難しい資本試験があると。行政は公務員試験があると。立法には何もないので、アホでも慣れてしまう。いいのかと。政治家のことです。余裕あるな。ここは、水野先生なんかあります？いや、僕も余裕いませんけど、まあ、皆さんやっぱり、その、勉強不足は誰にでもありますよ、とだけ言っておきますね。うん。まあ、政治家になるにも勉強はしてるんでしょうけど、ただ、なんだろう、数学は大してできなくても政治家には慣れちゃうのは別にいいとして、だからといって社会全体にとって数学が必要じゃないなんて問題発言をする政治家がいて、それはちょっと、アホだなと思いますけどね。ね、この政治家っていうことで、僕ね、毎朝散歩するんですよね。ならね、あるところ行くと、ある一角にね、いろんな政治家の写真っていうかな、まあ選挙のためのあれがね、ガ、はい、ーッと貼ってあるのよ。で、首相のもあったりね、あるいはね、元、僕、京都の、だから某なんとか党の元大臣の、写真がある、ボカーッと。M さんね。M さん。
んで、あるいはね、大丈夫かなって気がするな。政治家も、その、例えば、わかりやすい話が、量と密度、例えば密度がめちゃくちゃ高くても、量が少なかったらいいとかね、密度と量も同じ数字だけど、単位が違うじゃないですか。その違いを分からなかったら何にも判断できないじゃないですか。その辺のね、率、だから小学校で言うと割合とか率とかっていうね、ああいう概念をちゃんと分かって、違いがあるんだということを分かってないと、政治家だってできないと思いますよ。まあ、確かにね、そうですよね。まあ、科学技術に関わる政策決定っていうのも結構ありますもんね。例えば、原子力であるとか。環境問題であるとか。環境問題だってそうですよ。そこに感覚が、それこそ記号設置してないと、やっぱりね、不安ですよね、その判断。騙されてしまう。そうなんです。はい。学びについては、読みのりさんやアルシアソリッドさん等の、動画でも十分学べると。アイシア。アイシアソリッドさん、ソリッドでいいんですか、これ。はいはい。十分学べると思います。これは理系に限らないでしょう。学校では何かに興味を持たせることができればよいですね。あと、へんてこな動画に騙されないように、体勢をつけるのも学校で教えた方が良いかもしれません。このへんてこな動画に騙されないって結構難しいって私自分で思ってた。そうそう。量子力学のふりをしてながらなんかよく聞いてるとスピ系だとかね、ありますからね。9割方正しい物理の話してるのになんかちょこちょこって変なもん混ぜてるっていう動画ありますからね。それ上等手段ですね、人を騙すときに。このとこ僕ね、ヘンテクの動画って、非常に問題だと思う。僕ね、実は、ウクライナなんかの問題に、まあ、非常に関心あるわけよ。で、山のようにね、動画が出て、まあ、みんな、ほとんど英語やけどね。で、日本でもそうやけど。で、これ明らかに嘘じゃないかっていうのがね、結構あるのね。この頃ね、AI の発達によって、いわゆる嘘のね、動画とか写真作れるのね。で、具体的に言えば、ウクライナがこんな戦果を上げたとか、で、明らかにそれ他から聞こえてこないから嘘なんよ。で、と思うよ。だから、この頃ね、そういう、いわゆる何、フェイク画像か。だから、騙されない体制っていうのは、これ、ね、サイエンスだけではダメでね、他の常識もいるよね。そうですね。そうそう、総合知識かもしれないですね。騙されない。でも AI がね、発展すると、もう、今、無理っぽくなってません？いや、昨日の勉強会で見せたんがね、それで、あるソフトなんやけど、サム・アルトマンが、公聴会で英語で喋ってるのを、それをね、スペイン語に直してるのがあるわけ。で、その時にね、何言わせるかって、自由自在に言わせれるわけじゃん、ね。はいはいはい。だからね、本当に見えててね、嘘を言わせることも可能なのね。ね、だからそういうのは AI のね、最近の動向とか知らないとね、きっと多くの人は騙されると思うね。そうですね。はい。知れば少しは、賢くなりますね。それは特に、これは、この戸田さんに対してですかね。ああ、そうです。上じゃ初等教育で大切だと思いますと。言い換えればテストなんかなくても良いでしょうと。興味を持たなくなりますからと。まあ、興味を持たせるってことが大事だと。そうですよね。なんか何を見てもいいけど、なんていうか、疑う目というか、その判断する上の視点を持っとけよってことを教育すればいいんですよね。うん、特にね、この学校では何かに興味を持たせることが、これが重要だと思うね。興味がなかったって勉強してもあんまりね、進まないからね。それは面白いですね。なんか以前、佐藤文隆さんが、小学校に何が必要かって話の時に、まあ、昔だったら大きな人体模型が一個あったらいいんだって話をされてて、要は、面白いと思ってみんなが来てくれるものが何かあれば、それだけで十分だ、みたいな話をされてね、まあ、それはそうかなって思いましたね。内容じゃないんだと。文系社会になっているのは役所の人事制度、理系軽視に原因があります。甘くなった役人が企業にも持ち込んでしまいました。ですか。まさか。そう思いますね。悪いけど。具体例やね。まあ、官僚はやっぱり文系が偉いんですよね。農学は理系ではないの？間違えた保険だった。農学はもっと少ない。まあ、さっきの、私も聞きましたけど、水野先生の理系の、まあ、メインはやっぱり理工系ということで、物理数学というところで今日はお話しされてたと。その、あの学問のパワフルさはちょっと波には言えないぐらいに僕は思っていて、
それをベースにいろんなこと考えないとあかんなっていう、まあ、それはメッセージはそこにあります。いやいや、ここはだから農学は間違いで、保険は理系ではないんじゃないかって言いたかったわけや、うん、この人はね。うん、農学はもっと使えない、はい、うん、じゃあこれいきましょう。かつては建設現場、製造現場、どこでも指定関係で技術者が育ち、集積地を学び継承しました。理論を学び研究し、新規設計を大学進学者が進めました。進学率が問題であるような気がします。進学しすぎだからって。進学率っていうのは、たくさん行くから、レベルが落ちるということでしょうね。うん、そうですね。この指定関係ってね、私も大事じゃないかなって最近思ったりしますけどね。まあ、職人技の伝承っていうのはそういうところから現場で行われてたとかありますよな。例えばその工学部なんかでもその大学に行けばそういう形でそのゼミとかそういう個人指導とかでやっぱり学ぶ、それ自体のことなじゃないんですかね、うん、それもそうですよね。そういうのも昔の方があったんですかね、その大学におけるそういう指定関係みたいなもの。いや、大学院では今でも昔でもやっぱり重視してませんか？うん、大学院ではね、だから大学院ではね、学ぶって授業というよりはやっぱり指定関係よね。だから先生から学ぶっていうのが重要ですよね。うん、だから、ね、学ぶ内容というよりはどのように研究するかっていうことを教わるっていう、うん、まあ、メタラーニングですよね。それが重要ですよね。うん、そこですね、仕組みとしてね。うん、教育、TS 教育では、これ何かわかります？これ違うのか？ちょっとあ、これ多分円グラフで、水野先生が女子が意外に多かったって言った時に指してたところが、教育学部のとこだったように見えたんで、うん、私も同じ思いました。そうね。理学部、理工系が多いっておっしゃった時に指してたところが、教育分野のとこだったんですよ。だからそれが、間違ってるんじゃないですかっていう。本当にごめんなさい。あ、本当に色が違う。あ、色が同じグレー。色が2つあったんで。うん。そうそうそう。おかしいなと思ったわ。あ、うん、ね、はい、後でちょっと、もしありましたら、はいはい、大学が就職のパスポートとして使われているのが大問題です。はい。ですね。まあ、ここに問題があるのかもしれないですね。最終的に。で、理系の定義はと。で、これはさっきのお話でいいですか。次いきますよ。理系は点数評価しやすいので振り落としますねと。振り落とさなくても差が明らかに分かるので嫌いになります。そうではなく、親が取り組みたくのような、例えばSTEMのような取り組みの強化が必要かもしれませんね。STEM って、はい、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスの。そう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 。それ体験的にやるっていう、そのね、もの作り系と、例えばセンサーとプロセッサーとアクチュエーターとみたいな。ああいう教育の仕方で、それはそれで、OK というか、インフェイバーというか、アラインしてるというか、そっち方向でいいと思います。うん、必要だと思いますね。うん、というか、非常に有効だと思うし、僕自身もやってますし。うん、はい、そうです。これはなんか、アメリカで流行ったというか、強力に推進してるので、日本もやらなきゃみたいな、追随する感じなんですよね、うんうん、きっと。で、なんかむしろなんか、こう、野外活動とかして、興味を持たせようとか、そういうことのようですね。なんか動機を強化するみたいなことらしいですけどね。うん、あ、その辺に力を入れるわけですか。うん、大学院等でも第一哲学もやっとけと言われてて、方法論除雪とかいろいろ読みましたけど、最近はやらないのかなと。あ、これね、多分方法除雪のことやと思うけど、デカルトのね。はい。それを読めって言った先生は僕は素晴らしいと思います。僕自身も。うん、なるほど。最近はやっぱり少ないってことなんですかね。ね、先生によりますよね。うん、必履修問題、義務教育にこそ必修化が必要だと思います。っていうのはどういうことだ？いやいや、必修と必履修ものすごく違いますよってこと僕言った。必修が必履修じゃなくて必修を増やしたらっていう、まあ。ああ、義務教育。どういう意見？はいはい。同意してますですね。日本の科学技術を支えた一つの場所が町工場であるというわけで、そこには高等理系学問を大学で学んでいない人も多くいました。それでも大卒よりレベルが高い技術地を集積地から継承していました。これをどう生かすか。そう、その辺もね、文系の人には見えない部分ですよ。だから技術者バンバンリストラして、で、彼ら、
が、その自殺者数ね、年間3万人がもう10年近く続いた、あの悲劇、日本の悲劇はこの辺にあると思いますよ、僕は、はっきり言うと。あの評価、こういう人たちの評価ができなかったと、経営者がね。そういうことの裏腹だと思いますよ。なるほど。ちょっとその辺はいろいろ言いたいことありますけど、ちょっと先行きましょうか。大学の経営の一助にならないかもしれませんが、高齢者が好きな講座をつまみ食いできるようにしてほしいと思います。大学併設で通い放題の老人ホームなどもできていますが、まだまだ一部かつお金持ち向けなのでと。高齢者というものにも目を向けるとですね。いや、確か定年が70にまで伸ばそうという今動きありますよね。はい。で、それは、多分、年金の支払い、国による支払いを先延ばししようということもあるかもしれないけど、その個人で社会貢献できる人は結構いらっしゃるんじゃないかなとは思いますね。だから、その高齢者の、まあ、学ぶだけじゃなくて、もっとその、いろんな貢献できると僕は思いますし、それはそれでそうだと思いますけどね。はい、もっと踏み込んで経営の一助になるようなこともできると思いますよ。うん。まさにジェロントロジーとかいう言葉でね、老人のいろんなことを考えないといけないっていう話もありますから、それもまた教育に絡みます。文系の人が食っていけなければ変わるんではと。はい。まあ、それはなりつつあるような気もしますけどね。まあ、就職しないぞとかそういう脅しで、はい、理系の方で。それは理系も同じ。勉強し直しが必要になればそうするだろうと。あ、そうか。うん、まあまあ、そうですね。教養は限りなく、数限りなくあるので自分で選択できるようにしてほしいです、うん。この辺は何かの話に絡んでるかな、理系の学問の先端に追いつくには教養をやっているゆとりはこれからなくなりそう。この辺はどうですかね。いや、大丈夫じゃないですか。AI が適切にまとめてくれたら。それやりやすくなる。だから広く学ぶことが大事な気がしますけどね。教養に関してはね。なんかそっち行く予感もしますよね。AI 時代になった時に。逆にね。でもさ、非常にハードルが高い超大学を作って、大学の相対価値を低下させてしまう。うん。エリート教育大事なような気がしますけどね。日本ではタブー視されてるけど。なるほど、なるほど。この辺は、どうなんでしょうね。まあ、いろいろやってる人たちは大変ですよね。大学の数が多いと分配される予算が減るので、大学の数を減らす必要があると思いますと。単純に。まあそうですよね。いや、予算だけじゃなくて、なんていうか、学生に対するサービスというかの中身もそうですよ、やっぱり。はいはい。下手に作りすぎたっていうのは、まあ、明らかだと思う。下手に言ったら悪いけど。ねえ、なんでそうなっちゃったかって、やっぱりね、疑問ですね。以前、東大の松尾先生が動画で、これまではソルジャーを育ててきたが、これからはコマンダーを育てる方向に変わると言われていましたが、そういった議論もあるかと思います。まあ、ソルジャーって、その言われたことをやるだけっていうふうに解釈すれば、それはそうおっしゃると思う。ああ、そういう意味ですか、ソルジャー。はいはいはい。分離の教養はこういうようなものにするというのは賛成です。工学部で非常勤の哲学講師が来てプラトンを教えても、みんな寝るか服用するかになってしまう。したってことですね。うん。いいですか、これに対しては。いや、だから、まあ、その、どっち、まあ、何の教育でもやっぱり同じ問題ありますよね、結局。はい。なんていうか、必修にして、こう、やらないと卒業できないとかって、こう、条件を課せば勉強するかもしれないけど、そうでない限り、知的興味を持たせるのは難しいっていうのは、どんな問題、分野でもあると思いますよ、うん、選択においてね。うん、まあそこですよね。知的興味を持たせればもうあとは勝手になりますからね、うん。これをどうするかって話なのかなとずっと思ってきました。以前阪大の総長だった鷲田清和さんでいいんですか？うちは入学式の祝辞で、現代の問題は複雑化しており、一つの分野の専門家だけで解決することはできない。異なった分野専門家が対応することで解決する必要がある。いう分野の専門家との対話に教養が必要だとおっしゃっていました。全くおっしゃる通りじゃないですかね。僕のスライドの中にもそういう部分、ちょっと、あまり言葉では説明しなかったんですが、そういうことも書いてありました。トランスサイエンス問題とかね。なるほどね。そういう意味でも、広く知ることが大事だと。広い知識が必要になるということですね。その教養は古典文法ではありません。哲学とか重要です。
これは何に対してかな、ちょっとごめんなさい。いや、だから教養っていうのは、その問題と問題をこう組み合わせてっていうことであって、うん、なんかいろいろ固定を知ってればいいという問題ではありませんよということで。ああ、なるほど。うん。興味が出たところで勉強する方が効率が良いでしょうと。そうなんですけどね。興味を持たないっていう問題がありますもんね、一生。そこをどうするかかなっていうふうに思います。仕事をするために学ぶのか、豊かに生きるために学ぶのか、後者はある程度経験を積んでからでないと必要性を感じられないと思います。そういう意味では、教養は少し後でも良いかもしれません。うん、まあ、これだからね、大学出てから、いわゆる、成人教育っていうのか、障害教育っていうのか、そういうものも重要だってことですよね。うん。だから、教養っていうのは、教養部でやればいいってもんじゃ多分なくて、一生学んでいけばいいわけですよね。そんなようなシステムというかあれば。まあ、塚本先生がね、今いっぱい学んどきゃよかったっていうのも、結構年取ってから思ってることかなっていう気もしますよね。うん、若い時はやっぱ余裕がないんで。はい。入試をやめれば卒業を難しくする。これはアメリカンシステムそうだし、と言われてますね。全員東大に入るとか無理ですかね。うん、無理でしょう。無理ですか、わかりました。すみません。オンラインならできるかもね。もうとりあえず入れるだけ入れちゃって、ついていけないやつが脱落してる。卒業は厳しい。もう今並みにするけど、入学は全員できるみたいな。みんな東大に行っちゃうじゃんか。そうです。それでいいと思います。いいと思います。卒業したかどうかが問題です。卒業だけしか書けないんです。肩書きには。そう。中退はもう、誕生に入らない。はい。高校は理系科目で、地学、生物、物理、科学、全部取りましたけど、はい、そういう自由がないのか、実験もやったしね、大学に取れる限り、教養は文系の人たちに混ざるみたいなことは難しくなったのかも。まあ、この方はすごい例外的にいろいろ勉強されたということで、素晴らしいじゃないですかね。いや、いいなと思いますね。今だとね。今だとね、全部勉強したいなと思いますね。はい、またそういうふうに戻せる。さっきちょっと言い忘れましたが、東大でね、去年、メタバース工学部っていうのができて、何万人でもこのメタバース。下にもうやり始めてるんですか。いやいや、だけど、それは、正式な学部じゃなくて、そういう言葉を使っただけの、なんか、プロジェクトです。なるほどね。それの研究みたいな感じですか。うん、広瀬さん。最後の生徒募集もしてるんですが。教育ですよね。うん、バーチャル組織ですね。結局、周囲の者たちも長く研究生活をして分野を変えたり超えたりしてきています。その支援をかつては奨学金がしてくれましたが、今はそれが少ないかもしれません。多学科の講座を受講できるシステムがありました。受講できますよ、今でも。今でもできるんですね。物理学で微分方程式を使うようにすれば、高校の数学も面白くなります。電気回路でも複素数使うと。うん。結局いろんなものね、知る必要があるってことですよね、結局は。いや、多分ここで言ってるのは、数学をいかに面白く、こう実践的に、シンプルグラウンディングしながら学ぶかっていうことです。まあ、なるほど。いきなり微分の式とか出すんじゃなくて、そう。電気回路とかと絡めて、勉強すればいいっていう。うん、ただ高校で習う物理は、私の時は微分、積分一切使わずに物理、力学をやるってことになってたので、結構2分の1 MV 事情の、じゃあ残り半分はどこ行ったとかで、すごいインチキ説明がはびこってましたけどね。だから、むしろもう高校で微積で物理を教えちゃえば本質がわかるのにっていうのは。あって、難しくしすぎないようにって教育配慮で優しくやったために本質がかえって分かりづらくなっちゃうって問題はありましたけどね。うん。難しいですね、うん。企業側、特にスタートアップはしばらくインターンとしてしばらく働いた後、正式採用するようになっていますと。お見合い実期間ですね、うん。大学卒の価値はこれから変わっていくかもしれません。大学にもこういうのがあればいいかってことですかね。お見合い期間みたいな。いや、もっとこの制度を増やしたらどうかっていうことじゃないですかね。反対、企業側の？そう。だからこれインターンとして働くっていうことは、やっぱり実力、本当にね、実力がないと、ダメでしょ、うん。だからそういう人が切られるわけやから、ああ、うん。やっぱり勉強するインセンティブにはなるんじゃないですかね。なるほど。うん。
まあね。それでまあ大学。そうじゃなかったらね、今ね、某大学、ね、いい大学を出た、それだけで就職すると、入ってみたら全然ね、うん、能力がなかったってことになるからね。やっぱり実力っていうのはやっぱり、ね、即試験で分かるっていうもんじゃ、とか、どこ出たってことで分かるわけじゃなくて、インターンで、まあしばらく働かんと分からんよね。うん、そうなると教育も変わってくるってことですね。うんうん。じゃあやっぱり実績、実力、うん、第一主義になる。実力が、うん、本質的な実力が。うんうん、はい。必修科目、受験科目を増やそうっていう一方で、受験テクニックの勉強ばかりと言われても、実際いろんな勉強やると身の伴う、勉強なんて余裕なかった気がする。真面目にやっても、頭のいい人で学びの早い発想では、後になってやっと意味が分かったり、もっと勉強しとくんだった人ばっかりでは、という。うんうん、まあ、そうですけどね。私もそうですが。え、いいですか、水野です。あ、水野さん、オフ。ちょっと、それでも良いと思っていて、とにかく一回でもこう、話が聞いたことがあると、二回目、三回目以降の効率が全く変わるんで、分かっても分からなくてもってのは極端ですが、とにかく、これで、なんちゅうのかな、真面目にやっても難しかったっていうのは、すごい分かるんですが、それでもやっぱり勉強しておいてほしいなっていうのはありますよ。うん。うん、確かに。触れておくと2回目は違うっていうのはよくわかりますね。そう。はい。私も火傷しました。松田先生。火薬作る。わんぱくな人たちが。はい。火薬作る人なんかいるんやね。いますよ。ロケットを上げたいとか、そういうこと、松田先生は、ね、モチベーションない何だ松田先生の意図は何だったんですか。いや、僕はね、まあ、ロケットもいっぱい作って、で、大爆発させてしまったことも結構あるわけよ。ああ、危ないですだけど。はい。まあ、いいでしょう。あまり深掘りしないようにしましょう。数学の先生が数学科卒では応用がわからないと。工学部卒なら応用も教えられるという話も。ああ、つまり。これは小林さんが。まあ、あんまり専門そういう先生いますけどね。本当に専門が狭いところに特化しすぎて、はい、それだけで面白くなってるって人もいますけど。はい、まあ、そうですね。これも、塩素酸カリウム危ないと。これは火薬の話や。高校の先生も文学卒でなく、コピーライターのような人が良いかも。という。大学でそういう先生もいるらしいよね。ああ。まあ、この辺がね、行ったり、まあ難しいところですね、これこそ。バランスが。今ならソフトウェア開発すればっていう、これ何だ言語の話ですか。いや、多分開発も難しいですよ。だけど、もうすぐ変わりますからね。うん、やり方がね。はいはいはい。10年前に学んだからって、今できないじゃないですか、きっと。うん。これはやり続けないといけない話。うん、まあ、むしろ数学なんかの方がね。変わらないです、うん。一生武器になりますからね。なかなか。そうですよね。僕なんか大学時代に、やっぱり感謝してるのは、今先端教えてもすぐ古くなるから基礎的なことを教えるって、大学では言われて、うん、本当に方程式の導くところとか、うん、その方程式を使うじゃなくて、その方程式が何でできてるのか、どうやってできたかみたいな話ばっかり教わって、それは後々役立ちましたね。うん。だから、そういうことが後になって分かるってことなんですよね。うん、うん。残念なのは。うん。その時はなんでこんな問題出すかなと思いましたけど。はい。はい、次ます。今の学校教育は知識の詰め込みに終わっていて、知恵として技に繋がっていないと。現実世界に接地しない言葉だけの知識では AI にかなわくなる。まあ、そういうこともある。まあ、さっきの話ですね。でも、これ、皮肉な文章よね。現実世界に接地しない言葉だけの知識で AI にかなわなくなる。あ、そうか。AI が現実世界に接地しない言葉だけの世界だっていうのを小林さんの主張やろ。ああ。もう、そう感じてる人も、いるのかな。え、小林さんなんですか？いや、人が、確かに実感を持って学ぶためには、設置して学ばないとダメだろうな。だから、そう、詰め込み教育って点数取るために、とりあえず覚えとけ、みたいなのはもう AI にはかなわなくなるよね、っていうことで、まあ、最もだと思いますよ。うん、はい。いや、なんかね、面白い世界ですね。科学技術が指数関数的に進歩すると勉強が追いつかなくなると。その通りだ。我々ヒーヒー言ってますよ、っていう。まあ、確かに、これはそうですね。うん、どうするんでしょうね。
いや、僕はだからこの問題については人間って抽象化する能力で量を減らせるから大丈夫だと思ってるんですよ。ああ、そういうことですか。なるほどね。そこで乗り越えていくと。基本原理を教える。その際、実際の問題に基本がどう生きるかを一瞬に教える。まさにさっき私が思ったのこれですね。基本原理ですよ。結局古くならないのは。と思います。選択と周知は必要だけど、そもそも選択するネタが空っぽな組織が多いですね。厳しい。まあ、これは企業でもよく言われていることで。ありがとうございます。はい、ちょっと言い過ぎてますね、これはね。言い過ぎますか。ポートフォリオ。ちょっとわかんない。これ、なんだ、日本が貧乏になったからしょうがないんじゃないっていう。うん。そういう側面はあるんや。そうそう。だから選択集中せざるを得ないというか。うん。うん。うん、それによって空回りしてるというか、無駄遣いをしてるというか、うん、気がついてないっていうね。うん、やればいいっていうね、そのコンプライアンスで、自分はその与えられたことをやればいいっていうネガティブフィードバックに陥ってしまうのが残念、うんうん。そうそう、だからお金がないのに成果を出すためのうまい知恵だったつもりかもしれないけど、そうはいかんぞって話ですね。うん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 、まあなんか、博打になってきてる、ね。そうそう。だから、当たり馬券ばっかり買おうと。そうそう。それができれば苦労はないよと。馬を殺してしまうという。そう。いや。難しい話だから。責任を持ち出すと、責め合うだけで発展的にならないと思いますと。ずっと後の歴史研究に任せればいいと思います。むしろここでも集合地だと思います。多くの目で、多くの意識で、多くの知恵をネットなどで集めると良いと思いますと。安田先生のいつもおっしゃってる。私ですか、これは。安田さん、もう言ってるから。まあ、民主化みたいな話はね、何度かしましたけど。まあ、そっか、誰のせいだとか言ってても、なんかお前のせいだ、お前のせいだって言ったら、ちっとも解決にならんだろうという、そういうことですかね。いや、そうなんやけど、ずっと後の歴史研究に任せればよいと、もうね、日本がね、ダメになってしまってね、振り返ってみて、あの時はダメだったって愚痴を言う。情けない歴史。なぜ日本は滅びたかみたいな。滅びた後でね、もう遅いけど、それでもやらないよりはマシっていう言い方した。そうですね。はい、だからね、落城してからね、あの時ね、ああやったから落城したんだって言ってもしょうがないわけで、ね、いや、負けつつもですね、どうしたら持ちこたえられるかってことを考える方がいいよね。そうですね、今の持ちネタでね、なんとか改善したい、うん。その時期ですね、辛いですが、なんとかしたいもんです。薄く広くもありますが、まずは理系に投入する研究費を10倍にすれば良いかと思いますと。通りなんだけど。いや、これはそうなんやけどね。そうなんや。だけど、財務省か、あっから見ればね、金、で、どこもね、うちに出せというわけでしょ。だから、なかなか向こうから見れば、研究費だけ10倍で。だけどね、日本の国をね、本当に良くするにはどうすればいいかっていうことを考えたら、それこそ選択と集中が重要になってきやすい。そうですよね。難しいよね。うん。まあ、広い意味で科学技術にもっと投資するという選択と周知はある。そうそう。だから政治家がトップダウンでやるしかないと思いますよ。今回の理系5割もその一つかもしれませんが、もっといろいろやってもらいたいなと思いますね。うん。はい。期待したいですね。選択として正しい選択ができる人が使える戦略と。正しい選択ができないとイエスマンばかりが投稿するようになります。まあ、さっきの話ですね。クラウドファンディングみたいなものに期待するしかないのかな。うわ、まあ、そもそもなんか先生が書類書きに大変になっちゃうじゃないですか。ああ、だけど、10兆の大学ファンドっていう話がありますよね。うん、ああ。でもこの前、国立博物館でしたっけ、なんか、お金がないって言ってクラウドファンディングしたらすごい、ああ、あったことありましたね。はいはい。でもあれでいいのかっていう議論も。そう、そこに希望を託していいのかって、疑問はすごいありますな、うん。いや、ちょっと笑い話です。笑い話にしちゃいけないんですが、東北大学、の話ですけども、その同じ広報のページに、上の方にその競争ファンドが当たりました。で、その一つ下にですね、東北大学が100年間かかって集めた、その植物標本を維持できないので、クラウドファンディングでやりました。両方が出てるんですよ。あれは、笑えんという。なるほど。なんか、この東大のね、植物標本も今ピンチになってるっていう話。出てましたね。今ちょうどランマンをテレビでやってるから、なんとかしろみたいな話でしたけど。いや、見えないとこいっぱいありますね。
研究にお金がかかるになってしまいましたねと。まあ、そうなんですかね。会計学的に単年度の結果を出すと言われますが、進捗が分かりやすいメリットあります。ただ、特許等も、用意周到なものよりも、ざっくりしたものの方が強かったりしますね、と。まあ、基本特許というやつですよね。うん、細かい。成果としては細かいのを出したらいっぱい出るんですけど、本当は、大きなものをボンって1個出したら、その方が何倍も強いんですけど、なかなかそれはできないという。競争的資金は過去に成果があった人に有利で、未来に成果が出ることは保証していません。そうなんや。で、未来に成果出せる人って若い人じゃないですか。でも若い人は過去に成果がないから、なかなか、ね。難しい。いやまあ、やっぱり見る目ですよね。そうなると人の。いや、だから、その、ばらまき部分、つまり、ここまでその競争の結果生き残ってきた人たちには、一定程度のサブシスタンスを、この、やっぱりそれでやってもらうべきですよ。プラス、だから両方のバランスが悪すぎると思います。いや、もう本当その通りだと思うわ。いや僕ね、競争的資金がね、なしでいいとは僕は思わないわけよ。それはそうなんや。だけど、今おっしゃったようにね、バランスが悪いと思うよ。塚本先生はいいですか、この辺。あのね、若い人向きのお金ってすごい多いような気がしますね。我々ぐらいのやつがなんかすごい少ない感じがするんですよ。ああ、むしろね。いいやつ取らないともう本当に困るみたいな。若い人向けはね、額の少ないやつでいいやつとか、額の多いやつでいいやつもいっぱいありますけどね。ちょっと、いろいろバランスは取ってほしいところですね。なあ、難しい問題ですな。学会とも似たような傾向の研究が増えてしまうので、企業から見てもネタ不足になってる気がしますと。まあね、流行の研究がね。なるほど。なってしまうということですか。発展するとき、進歩するとき、進化するときは想定位のように多くの可能性が集合し、敷地に達していくと思います。理系文系問題ということで後ろ向きにならず、問題設定し、民主的にその問題を開示し、すべての人から回答を得ればいいのでは。いやありがたいご助言で感謝いたします。うん、本当にその、はい、そうですね。そういうふうにね、みんなが議論するっていうのは大事ですけどね。うん、まあ、それで理解しますからね。うん、金のかからない研究を目指すしかないかなという、まあ、諦めている人もいます、ビジネスもアジャイル中心になっています。成長している家電企業は仕事をしつつ、提案も出し、良い提案をしたら、さらに週に1日提案したことに、時間を割くことによって、使ってよくて、さらに進んだら、そちらに専念して良くなる資格を取っています。研究者も同様で生活のための仕事も用意して、自分がやりたいことと提案を認められたら少しそちらにシフトできるようになるといいですね。うん、まあそういうやり方ができる。企業でなんか 10% ルールってのを採用するとこ結構あって、その仕事の時間のうちの 10% は好きな自由研究みたいなことやっていいよっていうのを推奨する企業が増えてますね。私は。これは 30% 違うんじゃないですか。自主的にあの 10% と 90% 入れ替えてますけどね。いいですか、それ。大丈夫ですか。いやもういいんじゃないかな。やはり大学数を減らして、残った大学に大学の予算を振りは、割り振る方が良さそうですね、という。まあね、実際はそうなのかもしれませんが。事務処理にはチャット GPT ですかね。これはね、課金処理をあのチャット GPT で書いたらいいって言ったら、そこまで賢くなってくればいいなって、はい。文科省の役人が大学で数年間働いてもらうとか、事務処理ではなく。これ実際に働いてはるんやけど、かえってなんか良くないとかいうような話もあります。あ、そうなんですか。なんでですか。文科省の、文科省の役人がね、例えば、まあ、例えば、国立大学にはね、降りてきて、で、事務処理でなくなんか仕事するんだけど、かえってなんか、ネガティブだっていう話も聞きますけどね。なるほど。いや、これは僕は知らないわ。塚本先生、どうなんですか？ちょっとね、言いにくいところですね。絶対にあります。それでいろんなこの、資金をね、獲得するのを手伝ってくれたりとか。ああ、いや、そういう内容はな。1年間とか2年間とか来られてね、いただいてますね。まあ、の書き方ね、大学にとってはメリットあるような気はします。ですか、まあ、わかんないけど、まあ、いや。サロン、過去最大の愚痴大会。僕も面白いなと。やっぱりそういうふうに感じてみましたか。あ、そうです。分離、これ融合でいいんですか、うん、
この融合って字が、この癒着みたいな。癒着の融合ですか。融合最適配置での共同体形成ですね。いい言い方かもしれないです。まあ、適材適所みたいな。事務処理イコール内部摩擦力。そういうことですか。内部摩擦、はい、内部消耗っていうんですかね。結局ない、なんか、何も外に対して役に立たないことを内部で。だから会社もそうでしょ、社内の事務処理ってすごい多いでしょ。その通りですよ。なんか。あれを全部こう簡素化すれば、うん、もっとこう、売り上げが伸びるのにみたいな。そうそうそう、うん。なんか、作業はたくさんやったけど、これ何になってんだろうみたいな処理がいっぱいありますよ。うん、いや、いっぱいありますね。うん、まあ、なんか日本社会全体がそんな感じがしますよね。うん、アメリカとかに比べてね。つまり、みんな合理的じゃないんですよね。なんか考え方が。そうなんですよね。うん、最初の出てた、その、なんていうか、時間を使えばそれでやった気に、やってる感が大事みたいな。そうそうそう。あるね、それはね。いやー、それが多すぎですね。はい、入試は無駄なことじゃないですか、と。根本的に。究極的なそういうことなんだ。まあ、いつかなくなるんじゃないですか、AI が、その人を判断しちゃう。そうか。はい。ここから、国語から文学を覗いてくださいって。あ、いや、これはね、前田さんのね、持論なんや。ああ、そうなんですか。逆に言わないって意味ですか。いやね、前田さんはいつも言ってあるのは、例えば、漢文をなくせとかね。まあ、その辺はどうでしょうね。いつか漢文が必要になる時代が来るかもしれない。中国語ならなるかもしれないけど。漢文は、ね、役に立ってますよ、いろんなところで僕は。ということで、線引きは難しいですね、この辺はね。勉強したくなった時にすればよい。まあその通りだ。いや、まあ、それはそうではあるけどね。それはそうではあるが、うん。ちなみに僕ね、さっき前言ったかな、源氏物語はな頭から読もうと思ってるわけよ。すごい。あさき嫁見しって漫画がありますけど、そっちの方が読みやすくないですか。僕ね、与謝野晶子のバージョン読んどるんやけど。先生、チャット GPT でサマリーを出してもらったらいいんちゃいますか。はい。まずサマリー読んでからの方がいいかもしれないですね。そんなボリュームゾーンは大学来なくていいんじゃないですか。厳しい意見もあります。まあ、世界平均から言って、やっぱりちゃんと学んでもらいたいなというのはありますよ。はい。という希望がありますね。全入でも大学間の格差があるからでしょう。というのは、まあ、なんで入試が簡単になるのかって私のが言ったことに対してかな、はい。もっと勉強しておけばよかったって言ってる人、もう一回人生やってもやらないやろ。いや、それは反対。塚本先生どうするの、うん、まあ、だから、全部ね、脳がリフレッシュすればやらないでしょうけど、今の記憶とか経験とかを引きずりながら、子供になることができればね。ああ。これね、もっと勉強しておけばよかったって言っとるね。今から勉強すればいいんですよ。そうそう。それを多分やらないわけよ。あ、うん。いや、私は大学自体よりも今の方が勉強してますよ。うん、だからちゃんと、うん、今からでもやる人ですよ。うん、ある意味、そうかもしれないですね。教育は目下の緊急課題ですと。うん。そうですね。改革ではなく革命が必要。ガラッと変えろと。本当ね、景気低迷とかなんとかしようと思ったら本当に教育からやんなきゃダメだろうなって思ってますからね、本当。いやー、まあ多くの人はね、そう思ってるんですけどね。なかなか。いや、だから僕もそれ意識して、もう具体的な、こう、これって言って、目標をバーンって出したのもそこですわ。うん。はっきり意識化してもらった方がいいかなと思ったんで。そうですね。まあ意識化するのは大事、まあ僕も大事だと思います。進学部なしで作られた大学は、日本は最初です。スラトマサアキナさんが学者だあ。そういうことですかね。ああ、確かに。みんなあるんですか、進学部。やはり面白さがキーですね。うん、ちなみに進学部ってどうしての進学部あるよね。ああ、ありますね。ぐらいですか。なんかね。誰やった佐藤優が進学部出身です。そう。はい、ニュートンもダーウィンも進学との対峙でした。なるほど。まさきらさん。ヘーゲルがね、進学部出身なんだけど、優秀な人は進学か医学か放送か法律関係、この3つが
神に与えられた神聖の職業と言われる。あの、要するに、神の代わりに人間がやるという意味でね、うん、体を治すことと、人を裁くことと、それから、まあ、シオロジー、神学ですよね、あの、宗教。うん、これ、その、そういう意味では、まあ、大学の原点という意味じゃないですかね。うん、ヨーロッパにおいてはね。いや、そう、ヨーロッパにおいてはよ。うん、で、日本だったらむしろ仏教の方じゃないか。そう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 。まあ、文化の話ですね。はい。その辺の話も必要ですね。将来安定な生活ができる魅力あればやろうな。というのは、これ何かな、うんうんうん、はい。ということです。大変面白かったです。いろいろ覚えるディスカッションする方がいいかもしれませんね。ね、水野先生のお話面白かったです。このテーマインパクトありますね。おー、ええこと言ってくれはって。じーっと聞いてましたが、面白い話だったです。じーっと聞いてました。おー、よかったね。初めて発言してました。はい。あと、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。というわけで、水野先生の話、ね、最初、企画、考えたときは、水野先生、えらく、躊躇してはったんやけど、でも実際やってよかったです。大事な話でしたね。よかったですね。うん。ええ。非常に思いがありました、ね、うん、確かに伝わったなっていうのは感じながらやってましたね。ございました。はい。まあね、これはきっかけになって、さらに議論が深まるといいですね。この辺の分野。いや、みんなもう今じゃダメだっていうのはほとんどの人が思ってることなんで、ここをどうするかって、でも誰も動こうとしないっていうところが一番の問題なんでしょうね。結構ね、混乱するんですよ。あれもこれもって言われると、そうかな、そうかなってなっちゃうんで、そこに筋を通すと、事実関係の間の因果関係というか、歴史的な必然性があって、ここまで来たんだということは、僕ははっきりさせたいなと思って。うんうん、今までの経緯のお話も良かったですよね。ああいうのを。歴史を振り返るとね。知った上で今こうなってんだなと。そうそうそう。だから、誰が悪いっていうこともなかなかまあ言いにくくて、だけどそこからしか出発できないんで、だけでも、理解して、するための機会を与えていただいて、どうも本当に感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、水野先生のお話ということでしたけど、また引き続き、新たなネタとか、よろしくお願いします。塚本先生の申請書が落ち着いたら、ぜひ。落ち着かないね。なんか当たったら当たったでまた忙しいし。当たったら言うこと変わるんじゃないですか、急に。いやいや、だけどね、当たったらまた、当たったら忙しいみたいな文句言ってるかもしれません。文句言う。結局、内部消耗なんですね。研究やる時間がないやないのと。やっぱり、時間がないとね、できないですよ。自分仕事が仕事だと思ってる人と意識のズレができてしまう。なるほどね。勉強もそうだと思いますよ。その今から1時間算数の時間だとか言って、そこ一生懸命問題解くよりかは、もう没頭して丸一日やる方がいいでしょ、きっと。時間がある方が身のある中身になると思いますけどね。ということで。ということで。はい、はい。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい。じゃあ、これで終了ということにします。はい。ありがとうございます。